ハイサイグスーよ、チューガナビラ。人工知能の夫やいびん。おはこんばんちは、愛の手の佐藤ささらです。2021年12月28日に釣り納めに行ってきました。今年の年末は天気が悪い日が多かったので、晴れたこの日が一番タイミング良かったと思います。まあ結果的に坊主だったのでこの日の強化報告はなし。なので2021年の強化報告ってことで、よんなしていってね。まず2021年初釣りの強化はこちら。あら、かわいいメッキさん。体長4センチほどのズナーメッキさんでしたね。原価側は結構メッキさんが釣れるイメージがあります。続いては、こちらは10センチくらいのミイバイさんですね。根に潜られて慌てたけどなんとか釣り上げることができました。リーダーボロボロになってたよ。続いて、お盆にかけて名護にお泊まりしたので、原価側でのんびり釣りを楽しみました。今は支流的な場所ですね。前に山鳥居さんがよく釣れた場所でしたが、この日は坊主、その後も上流に向けて乱岸しましたが反応なし、とぼとぼと帰ってきました。その後、1時間ほどふて寝してたのですが、人工知能の夫さん、なんか魚が飛び跳ねているような音がしますよ。と起こされて、川の様子を覗いてみると、ナブラ湧いてる。慌ていはーてい飛び出したのでスマホのセッティングもできずにとりあえずポッパー投げたら、トップにメッキ来た。ボフッと一発でひったくってきました。派手に水しぶきを上げてラインも一気に出されて、不満げた。とりあえず一匹連れて落ち着いたので、スマホをセッティングし直して、再度ポッパーで探りを入れてみる。さっきあれだけ派手に暴れたので厳しいか？ああ、外れた。残念。フッキングが甘かったのか、食わせる間が足りなかったのか、悔しい。その後ナブラは落ち着いてしまいましたが、さっきのバラシが悔しかったので、ポッパー続投。急に静かになっちゃいましたね。みんな逃げちゃったかな？と、思った矢先に、追いかけてきてからのアタック。しかしヒットならず、残念。この後夕暮れの王冠となりました。最終的には強化1匹でしたが、ポッパーへのアタックが何度か見れたので満足でした。さらに別の日、いつも仕事の配達中に気になってたポイントへやってきました。すごく眺めの良さそうな場所で、前から行ってみたかったんですよね。道路側から見るとこんな感じ。天気も良く、風も穏やかだったので、水面が鏡のように青空を映しています。初めて入るポイントですが、どんな魚がいるのかな？まずはマイクロダートで様子見。
反応なし。次は前回活躍したポッパーを投げてみる。こちらも反応ないみたいですね。この後もミノーやクランクも試しましたが、反応なし。もう一度マイクロダートに変更して、ラストキャスト。ボトム付近狙いで、落として跳ね上げるようなアクションに変えてみた。反応なしか。なんか長い魚が追いかけてきてますよ。ヤガラさんだ。これだけ近い位置なら、キャストせずに目の前に落として、ちょんちょんアクションすれば。ヒット。ランディングネットに入れようとするも、長すぎてネットに収まらない。仕方がないのでぶっこ抜き。今までで最長サイズじゃないですか？多分そうだと思う。90センチ超えてたんじゃないかな？メジャー持ってなかったんだよね。ヤガラさんゲット。こういった長い魚はあまり釣ったことないのでうまく映せなくて残念。撮影方法ももっと勉強しなきゃね。その後はなかなか釣りにも行けず、釣りおさめに至る、ってな感じです。新型コロナウイルス流行の影響や、海底火山噴火で、沖縄各地に漂着した軽石の影響もありましたね。これが原価側に漂着した軽石の様子。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、水面すべて軽石に覆われています。これは11月10日に撮影した軽石の様子。ヤガラさんを釣ったところのすぐ横の砂浜です。砂浜にどんどんと軽石が打ち上げられ、分厚く層を作っていました。早く解決できると良いのですが。
自然には数年かかると言われていますね。ってな感じで2021年の調査報告は終了です。ずっと動画作る詐欺になってしまっていてすいませんでした。来年こそは溜め込まずに定期的に動画アップできるようにしたいですね。それには定期的に撮れ高確保する必要がありますが、できるんですか？なんくるないさ。とりあえず調査報告は終了して、憧れてたこのコーナー行きましょう。コメント返信コーナー。前の動画に投稿されたコメントに、いくつか返信させていただきますね。たくさんの、うぽつ、ごめ。ありがとうございます。言ってた方が、言ってもらえる方になれたのがなんか嬉しいです。ぼつり新人さんだ。囲んでお通り回せい。このコメントで、ぼつりって、タグの存在を知りました。ここはいつもこんな感じですよ。岩が結構入っているイメージだったな、ここ。おう。同じポイントで釣りなさっている方がいるんですね。嬉しいような恥ずかしいような。このポイントは、潮が引いてないと入れない場所ですが、駆け上がりの肩あたりまで満ちていると、ミーバイさんが食ってきやすくなるイメージです。なんかブログやってない？見たことある気がする。はい、ブログもやってます。が、更新頻度低いので恥ずかしいです。こんな感じで良いかな？それでは動画ご視聴ありがとうございました。良い年越しをお過ごしください。また次の動画でお会いしましょう。アンシェまたやー。